えいいね。うおぉイノセンス。うおぉフロー何今の。どうも、チカログのチカです。よすけです。お願いします。ということで、チカログ始まったわけでございますけれども、はい、本日はですね、最近とてもチカログで取り上げさせていただいているこちらのアーティストのテレビパフォーマンスバージョンを見ていきたいなと思います。はい、それでは、りょうすけ、早速発表、お願いします。桜坂46、いくつの頃に戻りたいのか、カウントダウン TV ライブライブ！おいーということで、来ましたね。来ましたね。桜坂46のテレビパフォーマンスをリアクションさせていただくのは、おそらく3回目です。以前はカウントダウン TV とゆずさんとコラボのやつも見てるんで、ね、今回で3回目ということになるんですけれども、今回は山崎天ちゃんがセンター曲でもある、いくつの頃に戻りたいのかという、はい、まあ、あちらの曲なんですけど、以前僕たちリアクションさせていただいてたんですけど、うん、結構その、パートパートで分かれてとか、こうシーンが切り替わってとかで、はい、ダンスに注目する回ではあんまなかったのかなっていうのが。まあまあ、結構目まぐるしい感じだからね。そうなんですよ。なんで、今回、いくつの頃に戻りたいのかが、結構ダンス強めなダンスが結構多かったから、カウントダウン TV が昨日配信されてて、うん、で、ちょうど次の日僕たち撮影だったので、はい、これはまあ、バディーズの皆さんと語り合いてよなっていうので、見ていきたいんですけど、DM めっちゃ来てました。あの、バディーズの皆さんが、はい、カウントダウン TV のいくつの頃に戻りたいのが、えぐちいですと。えぐちいです。あの、てんちゃんが、てんちゃんしてますと。はい。あの、っていうことをいただいたので、はい、これはまあ久々に僕たちもテレビパフォーマンスの桜坂46さん見たかったんで見ていくんですけど、はい、まあ、地上波で、あの、てんちゃんのオーラ見たら、新規バディーズ増えるぞと。いや、増えるよ。マジで。もうハマるわ、あんな。ハマるし、桜坂46のパフォーマンスで、おそらくその公式から出てる MV を見てもドハマりはすると思うんですけど、うん、意識してない人がテレビ番組こうやって見てて、で、あーなんか坂道グループねーみたいな感じで見始めた結果、うん、ハマってしまうっていう現象があると思うの俺は。まあ僕らはね、ある程度見てはきたからね。まあそうやね。もう踊れるってのを知ってるやん。めちゃくちゃ知ってる。けど、初見の人が、桜坂が踊れるのこんなにと。そうよ。びっくりするからまず。びっくりもするな。びっくりした上でハマって、うわ、可愛い、もう沼っていくっていうね。いや、そうなんですよ。ちゃんとその流れが出来上がっちゃってるから、ね。ちゃんと桜坂ルーティーンができていって。そうそうそう。はい。あの、だから新規バディーズまでの流れはこちらみたいな。そうそうそう。感じありますから、ね。ちゃんと出来上がってる。そうやね。では、まあ、新規バディーズもとてもたくさん増えたと思うんですけれども、今回の地上波でのいくつの頃に戻りたいのかがですね、どのようになっているのかというのをバディーズの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います。それでいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC と、なテレビパフォーマンスということで早速ね見ていくんですけれども、山崎天ちゃんマジで人生2回目ぐらいのオーラ出しすぎてるてして、センキューやんございます。かっこいいもんな、最初。かっこいい。これはもうな、天ちゃんはだってもう、不動のセンターですから。いや、せやな。やはり、こうね。それでは、改めまして見ていきましょう。桜坂46。いくつの頃に戻りたいのか、カウントダウン TV ライブライブリアクションでございます。ポチッと。な。もう目がやばいわ。スイッチ入ってる。スイッチ入ってる。おー、ターンの連続、はい、いやー。いや、いかつ、足あんななってたっけ。えい、いいね。うおぉ、いいね、いいね。いいよ。いいね。みんなめっちゃいい。いや、エッジ、エッジ効いてるね、みんなね。舐めてるんだろう。うわ、今のボタン。森田ひかるちゃん、今の誰？えぐかった、ね、今のターン。うん。イノセンス。いや、オーラやばいな。はぁ。強いな。強い。いや、このさ、振り切り方がいいよね。うん、いやー、揃いすぎやろ。揃いすぎてる。うわ、強い手。うーわ。増えていく。はぁ。いかついっす。あ、こ
攻めるね。いやー、やっぱテレビやわ。やっぱライブやわ。ライブやな。うん。うわ。センターに。すごい。うお。おお。うわ。うわ、この方の表情もすごい引き込まれるね。はあ。いや、オーラやばいって、森田ひかるちゃんオーラやばいって。スイッチがすごい、おい、さあ、崩していくやな。うん。あのガール。おいおー、フロー何今の。一瞬。えぐ。ツーセンターやん。うん。はあ。ここセット感あるよな。いや、いいよね。ちょっと待ち、バトってんだほんまに。えげつないで。いや。わー、やっぱターン、今回は強めターン多いですね。てんちゃんプラスでみんな出てくる感じ？そうちゃん、多分。こんなパワーだな。えい。このパンツスタイルがいいわ、この黒の、うん、いや、いいな、今のほのちゃんの愛の手、面白い。いや、この表情見て、うん、おわー、振り切ってるわー、てんちゃん。てんちゃん、これ地毛かな。なあ、美しいよな、アジアンビューティーよな。すごい長い。肩を忘れた。うん。ボーンバック。いや、移動な、移動ありの構成な。これは話題沸騰なるて。いや、かっけえ。かっこいいわ。はい。で、ここでまたラストに上げてくんねん。これしんどいよ、ね、これいいよな、これな。絶対しんどいよ。強いよな。あ、いいわ。これやばいな。これすごいわ。かっこええのにさ、最後ちょっと似合ってしたらもう落ちるよね。落ちるな、てんちゃんな。かわいいキャラでな。ちょっと素晴らしいです、あのてんちゃん。あなたの才能ほんと素晴らしいです、マジで。ということで、カウントダウン TV、ライブライブ、最初見させていただいたんですけど、やはりね、テレビ映えする。いやー、いいよなー。うん。この感情はちゃんと表に出てればいいよね。そうやね、生の感じ。うん。うん、なんか桜坂46って、こう、生きると書いて生。うん、性に対する何やろ、その貪欲さがあると思うねんか、めっちゃ、うん、あと人間の感情に逃げずに向き合うっていうのもすごいあるから、曲がその節があるやん、そういう生きるとかさ、そうや、ね、人生に関わってることが多いから、そうや、ね、やっぱその感情の乗せ方とか入り込み方が慣れてるというか、ちゃんと自然とできてる感じがするよね。うん、そうやね、うん、なんかこれをなんか演じてるというかは、うん、伝えきるみたいなところにフォーカスがいってる次元やと思う。うん、普通にてんちゃん楽しそうやもん。てんちゃんかましまくってたな。無双しまくってた。無双してんな、ね、じゃあちょっと2回目見ていきましょうか、皆さん。それではありがとうございました。2度目の桜坂46、いくつの頃に戻りたいのか、カウントダウン TV ライブライブバージョンでございます。ポチッとな、ここよ、ここや。もうね、この時点で人はみなバディーズになる。人はみな、はい、人はみなバディーズになる。人類みな、人類みなバディーズになってほしいぐらいの目力、うん、ほんまに。スイッチの入り方すごいな。上げた後なの、ここの、そうな、来たって感じもんな。もう俺らは来たってなるけど、うん、初見の人は誰だこれ、うん、ってなるよな、ほんまに。いや、素晴らしい。いきますね。ニコマド似合ってないよ。そうやね、いきなりな、もうな、うん、あー、いいわ、この振り切り方いいよな、うん、これだからカウントダウン TV の会場がこう全体にあるとして、うん、いろんな方向に向かってパワーが放たれてる。そうやね、これ腕が変に曲がってないからね。そうやね、振り切ってるよな、もう最初から、うん、この蹴りやろ、片足とか
3年蹴りやばい。これはすごいな。3年蹴りやばいって。これやばいって、これ。回してない足。これ蹴ってんちゃうわ。これ蹴ってんちゃうわ。森田ひかりちゃんすごいな。うん。回してる感じするもん。森田ひかりちゃんやばいな。今のひかりちゃんとのタッチ。タッチね。何そこ。タッチ急に。あ、ちょっと待って、この前に、かりんちゃんと目合わせてる、はい、両方してるんや。藤吉かりんちゃんとも。あ、そういうことね。いいね。うん。このさ、藤吉かりんちゃんがこうやって一瞬こうするのもいいよ。いい。あの前のな、うん、この移動前の。この後よ。ここね。いいよね。うん。髪の毛とか気にしてない感じ。いや、してないよな。うん、ほのちゃん、これめっちゃいいな。うん、これ、今の、しずきちゃん。うんうんうん。この子ね。うん。顔ちっちゃいな。ちっちゃい。この人、この人、このターン、この前のターン、誰ですか、これ。これ、誰ですか？すごい軸で回ってる。すごいターンですよ。ああ。はい。いいね、このイノセンスでグッてなんの。えい、増えていく感じね。増えていく感じね。やっぱこういうのって直接みんな分からん、うんうん、こうライブみたいなもんな。アクセントがいい。アクセントちょっと始まりだよ。めっちゃ強いな。めっちゃ強い。めちゃくちゃ強いですよ皆さん。これうん入ってるね。いや今のブワーいいね、これ一瞬、まあ一瞬なブワー、これいいですね。この構成高弘さん、ターンのブレなさ半端なくない？でここよ、すごいよな、振り切ってるよね、これしんどいね結構。こういってこういって次斜めパンチ入れてみたいな、腰と肘とな、うん、いやーすごい、基本同じリズムなんですね、うん、だからダン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 でダンダンダンのアクセントのボキャブラリーというか引き出しが高弘さんめちゃくちゃ多い、多い、ね、やっぱりすごい、うん、ちょっとパンキングダンスっぽい要素もあるよね。そうやね。はあ、おお、すごい、これ今も強かったよ。まだ強くいく、まだ上げる、まだ上げてくるっていうところなんですよ。はい、落とすかと思いきや、そうそうそう、素晴らしいダンスブレイクタイムになってるよな。この表情の余裕さよ、うん、おおい、強いね、強い、この方これ面白い、これ面白い、ね、肘に合わせて周りの、うん、これね、これ腹立つっていうのをさ、こうやって押さえてるのを表してるのかな、これ。うん。うん。いや、この方、本当ね、表情素晴らしいですね。この方が、松田里奈ちゃんっていう方が、キャプテンですよね、桜坂の、ね。いい表現されてるよね、うん、めっちゃ。これ、しれっとフロア入ってるんですよ。しれっとフロア入ってた。この手と合わせて。ほら、あー、ほんまや、流れていってる、こうに合わせて下行ってるわ、ほんまやわ、そういうとこもっと映してほしいな、なあ、えい、ここは線綺麗に見せるパートやな、線綺麗に見せるパートであり、オーラ強い人がみんな5人歌ってる感じがするよな。森田ひかちゃんのオーラエグいわ。この方のちょっと名前存じ上げてないんですけど、この方もすごい、うん、ね、オーラあるもんな、やばいやな、森田ひかるちゃんとさ、藤吉ひかりちゃんのさ、順番、オーラエグいて。エグい。これスリーセンターみたいな感じなのかな。なんかな、そんぐらい目立ってるよ。うん、はー、今の表情やばいね。ここからバトル始まるからね。はい。これな、桜坂同士で。おわー、これ今何したん、膝割れるで。むせるわ、ほんま。いや、
なかなかの不安定なとこからね、うん、行ってますから危なかったですもんね。ちょっと衣装がやっぱ滑るというか、うん、うん、いやー見入っちゃうね。見入っちゃう。今のちょっとほのちゃん一回ウインクした？くっ、ちょ一瞬したよね。見逃さないのよ。ちょっとすごいな、あのワンカットでこんだけ見せるのすごいな。すごい、分かってくれる。さすがやな。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。さすがのワンカットな。ありがとうございます。でほのちゃんその後めっちゃ移動やばない。見てな見てな、移動がな陣地超えてるから見てな。見てな。真ん中来て、でこっち来て、ほら、こいすぎやって、忙しい。へい。周りも大変やで。今さ、ちょっと細かい構成やねんけどさ。涙ってね。ほんで、その後のてんちゃんのこの手に合わせて、左の人が中に入ってんねんか、これ。前から波のように降りていって。集めてるな、集めてるな。はあ、振り切ってんだよ。いいね、今の。てんちゃん、マジ踊り続けてる。なあ、それずっと踊ってる。真ん中で。えい。いや、ここのお二人のダンスパートも美しいですね、うん、すごい。線が綺麗。えい。振り切ってるね。すごい踊り続けるんだ、やっぱ。いや、いいな、この網の手。いや、そうそうそう。めっちゃいい。このかわせいい。なあ。俺このさ、まっすぐ見てくる感じ、うんうん、いい、伝わる。すごい、桜坂46のまっすぐな目線。ただ歩いてるだけのいいな、うん、いやこれちょっと、全主人公やん。いや、マジで。なあ、はい、振り切るよ。まだ上げるから。上げるよ。左右対称の美しいダンス構成、うん、今しゃがんでたんか。しゃがんでたな。今しゃがんでるよね、てんちゃん。反ってんだ。なあ。そのあとアイソレエグいしな。うん、これな。うん。横移動、サイド移動しながらの素晴らしいダンス構成。へい。美しいね。美しい。マジで表情管理エグいな。全員見ても、誰一人こう抜けてる人いる、うん、この伝えたいって思いが。しんどそうっておらんもんな。なあ、振り切ってくれてありがとうやもんな、うん、もう。うん。素晴らしい。いや、ほら、ふーってなるよな。いや、やばい。いや、すーごい。カウントダウン TV、ライブライブ、桜坂46、いくつの頃に戻りたいのか、テレビ初パフォーマンス。言葉もいらないでしょう。総じて、サイアンドコーでございます。めちゃくちゃいいな。感動するわ。こんなテレビ映えするグループ、知らんでして。チカログ。いや、すごいわ。やっぱり。すごいわ。やっぱ、ライブ見てほしいとか、うんうんうん、テレビ番組のも見てほしいって言ってくださる、バディーズの人の声が分かった。やっぱライブとかってさ、感情がもうもろに直撃するやん。言うたら一発撮りやからな。そう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 。そうやな。もう直でその時の感情が出るから、うん、やっぱ泣く場合もあると思うね。ああ、そうやな。入り込みすぎてるから。確かに確かに確かに。それがバディーズも直接受けるからこそ、やっぱライブと MV は違うと思う。違うな。うん。そうだから、俺らはほんまにバディーズの人と最近はコメント欄で語るのができてますけれども、うん、そのライブを知らなさすぎるから、明日行きたい。そのライブ映像もあんまないんよな。そうやね。YouTube に、うん。だから、まぁ、ちょっとこう、いろんなものを見つけてみたいんですけど、やっぱり、ライブリアクションしてって言ってくださる意味が分かった回だったな、改めて。マジでもっとこういうパフォーマンスみたいね。テレビ番組のこういうのちょっと遅れてでもいいから見てほしいですみたいなんで、なんかリンク送ってもらってもいいし、ね。確かに DM とかで欲しいかな。そうやね。だから結構たくさんの DM とかいただくので、バディーズの皆さんからは、うん。なんで、余計に YouTube ではないけど、こっから見れますとかって教えてほしいし、うんうんうん、よりこうライブ映えするっていうことは、練習で絵
ネルギーをほとばしらしてもう命を削って練習されてると思うんですよ、せやね、桜坂なんで、それやっぱ見て一緒にリアクションできるっていうのは桜坂側からしてもやりがいという、うん、っていう風に感じてもらえたらめっちゃ嬉しい。それは嬉しい な, なんかちゃんと伝わってますよね。ちゃんと届いてますよ、ね、そうで、まあ僕たちのチャンネルはバディーズの皆さん以外もたくさん登録してくださってるので、うん、そういう人に少しでも桜坂が届いたら嬉しいし、うん、なんか最近県人多いなと。ああ確かに、なんか桜坂46のファンであり他の誰かのファンとかもいるから、うんうんうん、余計にこう良さがどんどん伝わるように僕たち力も頑張りますので、これからもバディーズの皆さん力部におすすめなど教えてくださいでして、お願いしますでして、という感じで僕たち YouTube 力部は年内チャンネル登録者数10万人を目標に日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、テレビや。ええなー、テレビ。やっぱテレビやった。いやー、ライブ行きたい。な、ちょっとなー、ま、3月4月がねー、繁忙期なんですよ。よね、4月まで日曜日休みなくてちょっとね、来年以降4月以降か行けたらいいよね。おのちゃんが卒業するまでは行かないとね。やめといてくれよ。おのちゃんが桜坂46を卒業するんやったら俺も卒業しようかな。何を、いろいろ合わせて合わせて。いやかっこいい、やっぱ表情いいな。かな、桜塚見るとな、やっぱりこう頑張らなあかんなって思わせてもらえるっすね。あんだけ踊ってさ、しんどい表情せえへんわけやん、ね、俺ら踊ってる時ってもっとそこを意識しなあかんなって思うよな。確かに確かに、こうプロのダンサーとしてやってる以上しんどいのが見えたらプロ失格じゃないけど、そういう感じは教えられるよな。めっちゃ教えられる。あれ歌いながらしてるわけですから。そうやで。普通に黙っててもしんどいのに。そうやで。構成移動も目まぐるしいしさ、すごいことを俺らはこう教えてもらってる感じはしますね。マジで軽々しくやってるように見えてんのがもったいないぐらい。そうやな、さらっとやってるように見えるけど、そこまでのこう、まあ、ほぼ毎日の練習とかすごい努力をして、アイドルというかそういう意味ではアスリートに近いよね。アスリートやな、ほんまに頑張ってるっていうのはまだ分かるからさ、経験してるっては。確かにそれを伝えたいね。伝えたい。もうやってるやろ、ほらは。めっちゃ上で伝えたいし、俺らもそれを見て感化されながら、もっともっと自分たちのベストを追い上げていこうでして。頑張るでして。